サシバは中型の鷹の仲間で、毎年10月に繁殖地の本州などから琉球列島を伝って越冬地の東南アジアへと渡りますが、宮古島市の伊良部島はその途中の主な休息地となっています。今月6日に行われた保護パトロールの出発式で、宮古野鳥の会顧問の砂川智博さんは、サシバの飛来数が年々減少していることを紹介した上で、中継地として過ごしやすい環境を守っていくことの重要性を訴えました。合同パトロールに参加する子どもたちを代表して、伊良部島小中学校の亀山雄太郎さんが、サシバが安心して休息できる島の環境保全に真剣に取り組んでいきたいと決意表明しました。その後、参加者たちは広報パレードに出発し、島を巡回しながらサシバ保護を訴えました。伊良部島では8日から2週間、島の自然保護課や野鳥の会などによるサシバの飛来数調査が行われます。